投資家バーズ同意者のオムライス肉ローチャレンジ。なんで呼ばれたかわからないけど、アーです。今日二人オムライス対決ということで、ふみたくんと一緒に楽しんじゃいましょう。滑らないオムライスよろしく。どうしやオムライスの食いすぎで言葉を喋る術がやられたか。あのバラオイマサネだね。時間制限設けなかったからいいけど、30分経っちゃってよ。はい、誤解を持ちに行きます。ただギャルさんっぽいて、ま、どいちゃんお前どんだけ準備してきたの。朝から何を食べるか。まあ、1週間前から俺に LINE 送ってきたじゃん。大丈夫ですかね。今日はファン1個したんじゃないですか。噛んだからね。そういうのみたいな。そういうのだよ。そう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 。いいね。あ、いいね。お前から大食いだったら噛んだら入るよ。当選者という立場ですね。チャンピオンだったんですか。だから経験者だったか。そうだったんですか。なんか書いてあげてください。ハーブのいいからレベリアとエドカードですね。さあ、ラストスパートだ。いくよー、ふみたくん。壁が来るって言われる。なんだよ、壁って。トシヤは本当に歌を吹くと力が出るのか。お前が大食いだったらカンパン入るよ。って言われるぐらい。あまりいつかたどり着いたら君に打ち明けられるんだろう。あ、トシ言ってんじゃない。言ってんじゃない。ランナーの効果出たんじゃないの。勢いもありました。再生の誓いをお願いします。本当ね、あの年なんだろう。すごいもういいですよ。
希望しております。怖い怖い。希望しております、はい、受けるか受けないか果たしてギャラリーが受けるのか受けないか。本当だ。ギャラリーにも行かせてくれるんですか。うん、悪い場所は。えぇ、悪い場所。そうだね、チャンピオンを倒したいやつがいっぱいいるから。今日はドロー。今日はドロー。ちょっと待って、俺の他にもチャンピオンをちょっとしたやついっぱいいるから。あいつが おい、そこの姫二人、あんたり言って誰のよ。すごいね。